様でした。お疲れ様です。今日子供たちと。するイベントをやってみて、どのように感じてますか？そうですね、なかなか子供たちとこういうイベントするサッカーする機会がないので、初心を教えてもらったというか、純粋にこう、サッカーが好きということを思い出させてくれた子供ですから、まあ、そんな、気がして、はい、改めて、はい、2019年、はい、どういった年だったか教えてください。そうですね、こうチームとしても、8位で終わりましたし、まあ、個人としても、チームで一番、まあ、点取ったものの、まあ、6点という、まあ、少ない得点だったので、すごいこう悔しいシーズンだったかなと思います。まあ接した子どもたちの中には FC 大阪の選手のサインがいっぱい入った T シャツ着てる子もいましたし、はい、まあ、当然自分の服の子もいました。その子どもたちには来年どんな姿を見せていきたいか分かりました。あ、もういいですか？あ、そうですね、応援してくれてる、まあ、子どもたち、あとその親の方全員に、まずはこう自分の頑張ってる姿を、今の見せれたらなと思いますし、見てきていただいた方々と、こういうふうにアスリートチャンネルで放送をして見ていただいている方々、応援してくれている方々に勝利ということでできたらと思います。では最後に、はい、2020年、はい、どういった年にしたいか目標を教えてください。そうですね、まずはこう皆さんに愛される、まあ、チーム作りをしていきたいのと、まあ、結果としては、まあ、タイトル、まあ、来季の優勝